はいみなさんこんにちはこんばんはポコモチャンネルのショーが今日は金利がどんどん上がる住宅ローンの恐ろしい話をお送りいたしますよろしくお願いいたします住宅ローンの恐ろしい話を真実を今からお話ししたいと思います、まあ、大変なことになっていますよまああのー 結構前からね、住宅ローン上がりますよっていうお話をしたんですよ。でもあの、その時には早すぎたんですかねあの、かなり前から言ってるんですけど、いやいやいや、住宅ローンなんか上がるわけないよ、だって日本はあの金利なんか上げたらね、国債の価格がおかしくなったり、いろいろあって、債務がねあの、どんどん膨らんじゃって、金利がついてね、だからそんなことするわけないよと、もう数多くの人が言っていました。 いやいやいや、何をおっしゃってるんですかというふうにね、言っていたんですが、とうとう始まりましたね。もうこれ誰も否定できないですよ。実際もう上がってきてるんですよ。大手3社、住宅ローン上昇。これ6月からですよ。固定型住宅ローンの金利を上げるんですよ。恐ろしいことになってきましたよね。これはね、 あのまだ始まりに過ぎないんですよね。これ、大手銀行各社、6月から適用する住宅ローンの金利を発表しました。変動金利はね、据え置きで、固定金利を一斉に上げることになりました。まあ、あの大銀行ですよ。三菱 UFJ 銀行。これ、10年型の固定金利、えー。優遇されていたんですが、もうそれ廃止。やめてですね。 えー、0.14ポイント引き上げて1.2%。で、これを言うとね、あ、まだ1.2%じゃんって言うんですよ。イギリスと全く同じ。最初に、ね、イギリスね、0.25とかね、0.125とかね、それぐらいから値上げじわじわ始めたの。みんな言ってた同じようなこといや、まだ0.125とか0.25は大したことないよって。ところが、 毎月0.25,0.25,0.25と上げてきたの。4ヶ月毎月0.25を上げると1.0になりますよね。それをね、休む間もなく、間髪入れずに、で、少し経ってからね、0.5ずつ上げ始めたの。毎月。あっという間にね、5%、6%、7%。住宅金利がね、ローンの返済金利が。 それでみんなね、おかしくなっちゃったの。返せなくなっちゃった。で、返せないと何が始まるかっていうと、まあ、イギリスも日本も全く同じですよ。銀行が、あれ、返せない冗談じゃないですよ。契約書に書いてありますよね。返済できなければ、まあ、担保、処分して構わないって。いや、もうしますよ。ということで、速攻ですよ。もう、全然、あの、ちょっと待ってくださいとかね、そういうの、もう全く聞かないの。速攻で、 もう契約解除。返済しなくていいですよ。売りますと。で、売ってしまうんですよ。銀行が。担保に入ってるんでね。ところが担保割れを起こしてるんですよ。5000万円の、まあ日本円だったら5000万円の物件。で、5000万円貸しましたと。ところが5000万円の価値がもうないんですよ。なぜかっていうとね、インフレがひどすぎて、みんなお金がないんで、買えなくなっちゃったんですよね。で、買えないんで、住宅だけ売れなくなっちゃったんですよ。 あの、インフレでね、上がってたんですよ。家の価値も。どん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 。で、みんなも、おやったー、じゃあ売ればいいんじゃいざっていう時、売ればいいんだよねとか言ってたの。そしたらね、どんどん下がり始めて、どんどん安くなっちゃって、5000万円の物件が3000万ぐらいになっちゃったんですよ、今。何が起きてるかっていうとね、結局買えないんですよ。食料品とか、電気料金とか、爆上げされたので、 結局、もう家を買うお金がなくなっちゃったの。ローンの金利が高いからみんなビビっちゃって手を出さないわけ。お金なんか借りれないの。返せないからね、どうせね。だから住宅の価格が一気に暴落して、5000万円の住宅が3000万ぐらいになっちゃったんですよ。そうすると、もう5000万円で売れなくて3000万になっちゃったから、銀行が処分しても2000万円残が出ちゃう。現金で。 愛2000万円の残は払ってくださいよ。20年でも30年でもかけてっていうことで、何にもないね、空気にね、何にもない無の状態に返済を続けてるわけ。20年以上続けなきゃいけないの、ね、それを。全く同じ。今もう日本で起きてることが、イギリスの最初に起きていることと全く同じなんですよ。だから同じこと起きるんですよ。担保割れでね。え、そんなことない。マンション上がってるもん。何おっしゃってるんですか。 なあね、おっしゃってくれちゃってるんですか東京のマンション、どんどん今下がってるんですよ。新築で売れなくて、どんどん値引きしてるんですよ。どんどん下げてるんですよ。もう崩壊ですよね。だけど、物価は上がってるんですよ。これがめんどくさいことになった。だから今、マンションをね、もう持ってる、買って持ってる人も、タンプ割りを起こします。これから、間違いなく。割れていくの。だから、お尻が割れるのと、もう、わけが違う。 タンプ割れですから全然違いますよ。お知らみんな割れてる。生まれた時から。タンプ割れはこれから起きるの。これから割れるの。真っ二つに。大変なことですよ。だから銀行はね、容赦ないからね。<うん S 1> そして、まあまあ、あの、固定金利上がるという話ですよ。これがね、あの、結局、三菱 UFJ 銀行だけではないんですよね。 他の銀行も追随して、例えば三井住友銀行、0.05ポイント引き上げ。1.75%に引き上げです。で、これもね、0.05じゃん。いや、これ、小手調べにやってるんですよ。0.05だけのわけないじゃないですか。これからぐんぐんガンガン上げていくんですよ。水穂銀行も0.05。だけど、これも水穂銀行もどんどん上げていくの。で、これ、1ヶ月毎月上がりますからね。 毎月のようにね。うん、だからね、これは他の銀行とか信用金庫とか、まあ、あらゆる銀行ですよ。住宅ローンを設定してる銀行はどんどん上げていきます。ここでね、こんな意見が出るんですよ。ああ、よかった。変動金利で。うち変動だから関係ないよね。ね。うん、ほんね、あなた。変動金利で借りててよかったわね。何を言ってんでございますか ねえ。なんで固定金利を上げるかって分かってないでしょあ,あ変動金利上がんないんだよ。かったね。いや、上がんないわけないじゃないですかだって。借金でローンで借りてるんだから金利は上がるの。え、だって今回上がってないじゃないですか。これはね、理由があるんですよ。この理由が恐ろしい。もう恐怖です。銀行はね、もうね、あの、だんだん金利が上がってきて、 これからよし、稼げるなと思うと、容赦ないわけ。で、その、あの、作戦ね、銀行の作戦。でこれ一般あの、市民側からしたら、国民側からしたら分かんない。ああ、よかった。ねえ、変動金でよかったね。ほんとね、なんで固定金で上げるのかしら。変動はどうなの上がんないのかしら。上がんないよ、よかったよ、って。上がんないわけないでしょなんで固定金で上げるかって 固定金利の金利が安いと、みんな、あ、これ危ないな、変動は上がるかもしれないなってなるじゃないですか。世の中おかしくなってね。金利上げまーすとか言って宣言してね。で、あの国がもう金利は上がりますって言ってるわけですよ。ゼル金利終了って言ったんだから。そうするとみんなの心理がね、んじゃちょっと固定金利に乗せ替えて乗り換えた方がいいかなっていうふうになっていくんですよ。なりますよね。固定金利今高いけど、 だけど、ゆくゆく固定の方がいいんじゃないのかっていう風になるじゃないですか。それを防ぐために固定から上げるわけですよ。固定から上げて変動金利よりもかなりガン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 って上げとけば、えぇ、ー、固定高いね。なんか、先行き変動はどうなるかわかんないけど、固定があんなに上がったら固定金利に乗り換えるってやめといた方がいいね。 毎月何万円も増えちゃうよ、返済が。あ,あ、そうなんだ。そっか。じゃあ変動のままでいいよね。変動はなんか変わんないみたいだもんね。うん。変動変わんないみたいだからいいよ。何れを言っちゃってくれちゃっているんですか。変動っていう字を知らないんですか。変動の変は変化の変。変動の動は動きますよ。どんどん変化して動く。どんどん変化して動きますよというのが変動金利なんですよ。 変わんないわけないじゃないですか。何を言ってんでしょうね。でもみんなそう思っちゃうんですよ。え、なんだかわかんないけど、固定金利がどんどん上がっていくね。お怖いね。固定金利にしなくてよかったね。とか言って。あ、おそらくあれじゃないのだって、日本の8割から9割の人が、住宅ローンは変動金利で組んでるから、その人たちが生活に困っちゃうといけないから、きっと固定金利だけ上げるのよ。 なんだ、そうか。そうやって、なんか親切だね。なわけないじゃん。<laughs> なんわけないじゃん。変動金利はね、ある日突然いきなり上げないと効果がないんですよ。ね。固定金利にあの乗り換えできちゃうから、やっちゃうからね。だから固定をどんどん上げとくわけ。びっくりするほど。で、固定をもう先に先に先にぐーらーんと上げとくんですよ。で、みんな、なんであんなに上がるんだろうね、とか言ってるんですよね。で、 驚くことに変動をその固定ギリギリ近くまで一気に上げるんですよ。これは怖いよ。いや、本当に。えー、こんなに上がったなーってなってるんだけど、固定はもっと高いわけですよ。いやー、固定金利に乗り換えた方がいいのかなでもあなた2%も違うのよ。固定の方が高いのよ。 うーん、じゃあまだ、まあ変動がそんなには上がんないよね。あまた固定金利上がった。あまた上がってるんだ。固定がどんどんまた突き放して上がっていくんですよ。え、これどうする固定乗り換えた方がいいんじゃないのいや、無理よ。だってもう2%超えじゃ2.5%も離れてるのよ。高いのよ、金利。もうすごい損しちゃうじゃない。そうか、2.5%も高いのか。ええー、って言って、また近づくんですよ。 ええー、変動上がったよ。嘘でしょ。1%上がったよ、変動。ええー、嘘でしょ。1.0ポイント上昇。上昇の何流れが急速に早まってるって、ニュースで。あなた大丈夫かしらえ、もう4%だよね、金利。やばくないえ、だって1%未満で借りたんだよ。4%だよ。 え毎月7万円ぐらい返せば、まあ、なんだか家賃より安いとか言われちゃってさ、銀行に騙されたよな。もう家賃より安くねえよ、もう7万円が、えちょっと計算、えやべえ、け、えやべえ、えー、どうしたのあなたは出ちゃって。7万円毎月返してたじゃん、均等で、うち。うんうんうん。4000万借りてるよな。そうね。で、返済は、 いくらですかって言ったら、いや、えっ、ー、と、今の変動の金利安いですから、30年返済ローンで、えっ、ー、と、4000万をお貸ししても、え、4500万ですね、総額。って言ってたじゃん。そうよね。4500万返せばいいんだもんね。手数料も何もかも含めてね。だったよな。うん。でも、あれはってさ、ほん、ほとんど金利ついてない時だったから4500万だったんだけど。なあ、30年で。 だけど、見てみる今、なんか、ほら、封筒来たじゃん。返済変わりましたって、金利が上がって。うん、4%になっ、えぇ、ー、なにこれなんか間違ってんじゃないのなんかおかしいよな。うん。えだって4500万返せばよかったんでしょなんなのこの6800万って、どういうことわかんない。6800万になっちゃってるよ、借金が。 え、だって、え、だって、4000万のうち、500万返したよねうん、返したの、3500万だよな、残ってんの。あんだろ、6800万っておかしくないえー、で、で、ちょっと銀行電話してみようと。もしもしあ、はい。あ、あの、ローンの担当の方はお願いしたいんですけども。あ、お待ちください。えっ、ー、と、お名前はわかりますかローンの担当。え、ちょっと待って。あ,あなた、なんかその、なんか、 来た手紙に担当者、なんだったっけあの、なんか変わった名前の担当者。えっ、ー、と、ちょっと待って待って、えー、なんて書いてある、どこだったかなえー、っとあ、あったあった。えっ、ー、と、メタンガス、メタンガス、マンビロ、マンビロ、マンビロさん。あ、えっ、ー、と、すみません、マンビロさんです。ああ、マンビロですかわかりました。少々お待ちください。はい、変わりました。マンビロです。あ、あのー、覚えてらっしゃらないと思うんですけども、 あのえー、っと銀行で、そちらであなたでローンを組んで,です、ね、あなたが担当だったんですよ。私たち夫婦で伺って、えー、っと、1年、いや、もう2年あなた何年いや、もう3年半だよ。あ、3年半、三年半になるんですけど、あのー、えー、っと、銀行のなんか変,変動が金利変わったというお手紙いただいて、 ああ、金利上がりましたからね。金利上がりましたよ、ということでね。あそれが総額6800万とかなってるんですよ。うん。それがどうかしたんですかいや、おかしくないですかおかしかったら笑ったらいいんですよ。いや、そういうことじゃなくて、あの、間違ってませんかって。私の名前はまんびろですよあの万博とか呼ぶ人がいるんですよ、間違えて。いや、あなたの名前のことじゃなくて、 あのこの6,800万っていう計算が間違ってないですか間違ってないと思うよ。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、お客様のね、ちょっと資料を見ますので。ああ、はい、はい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 。これね、やっぱり4%超えたんですよ。あなんか書いてあるんですーね。4.2%ですかそうですね。4.2%で計算すると、えー、今ね、3,500、え、3,590万ですね。 3590万、まだ、あの、返済の分があるってことですかそうそう、3500、6 0 0万ぐらいね。で、この3600万円に、まあ4.2%で計算すると30年でしょえー、とね、まだだから30年はもう、えー、3年、4年ですね。4年返済してらっしゃるんだけど、まだ26年残ってる。で、計算するとですね、6800万になるんですよ。 そんなにですかうん。やっぱ4%超えると、まあ、高くなるね。ええー、わかりました。わかりました。まあ、ちょっともう一度、これ、書類、まあ、目を通して、またなんかわかんないことありましたら、お電話いたしますので、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ガチャ。ねあなた間違ってないって。えー、ええー、えやばくない返済できないじゃん、これ。 うん、あそうだ、じゃあもう、売ろうか。うん、まあ、無理だもんな、返済な。え四、ー、4000万、え四、ー、4000万、えー、で、返済いくらになってるって、今。まだ3600万ぐらい残ってるの。あ、400万ぐらいしか、まだ返済してないか。そうか。うん、そうだっけそうか。あれ、1二0万とかい一括で、だ、 あの、返済これプラスでってやったよな、一回。あ、そうそう。120万ね。だけど、それも入れて。えー、均等で7万ずつ払ってて、120万入れて、まだ3600万も残ってんの。うん、3590万とかでした。きついなやっぱりダメかやっぱり返済できないだろ、もうこれじゃあ。じゃあ、売ったらいいよね。いや、ちょ、ちょっと待って、もう一回電話してみるわ。 はい、まんびろです。あ、えー、銀行の名前言う前に自分の名前ですかああ、いや、あの、今電話番号見えたの。ね。だから、またあなたからかかってきたなと思って <laughs>、まんびろって言っちゃったんですよ。あそう、そう、そうなんですか。あのー、なんか、ちょっと今主人とね、話し合いしたんですけど、はい。あのー、もう、ちょっと売却の方向で、え、おうち、う、う、売っちゃうんですか うんちょっと返済無理なんですよね、これだと。もうだって7万円返せばいいと思って、あの、まあ、それでもギリギリなんですけど、10万以上ですよね、11万、えっと、8000円 ?12 万ぐらいじゃないですか、返済が。その金利上がったからね。いやも、もうほんと無理なんですよ。だから、もう売却で、もし、売却で、 やるとどうなるんですかねああ、えっ、ー、と、仕組みとしてはね、まあ、お客さんが、だから、えっ、ー、と、今、3600万残ってるでしょ、残が。あ、はい。うん、だから、3600万で売れれば、まあ、これで、まあ、借金なしになって、で、まあ、手数料ちょっと発生しますけど、まあ、大したことないですよ。何十万かなんでね。で、まあ、それで、まあ、お客さんは、プラスマイナスゼロ。 もし3600万を上回るね、お客さんがいて売れれば、まあ、それお客さんのところにお金が現金で、まあそちらに入ってくる。で、もし、まあ、ちょっとわかんないですけどね、3000万でしか売れないと。そしたら600万近くの借金にまたなって、その、またこちらでね、その600万円は借りてますよということで、 返済を決めて何年っていうね、返済の期間も決めて、また再契約ということになりますね。見直しね。そういうことですね。うん、そうなんですね。わかりました。じゃもう一回ちょっと考えて、日にち何日か考えて、主人とまたご連絡いいですかさせていただいて。あ、大丈夫です。わかりましたえ。じゃあまたお持ちしてますので、失礼いたします。ガチャ。ね、あなた、何、うん、まあ、気にしたけどさ。 うん。ど、どうなんだろう。3600万。まあ今下がってんだよね、この辺ね。だって同じの、なんかこの間広告入ってたけど、マンションの、あのチ、チラシ。3000万じゃないか。ああ、やっぱそのぐらいか。え、じゃ六600万借金背負っちゃうよ。ど、どう家なくなって。え、ちょっと待て待て。<laughs> え,ー、え賃貸に移って、さらに600万の借金を、 20年だったら20年ぐらいで払って返さなきゃいけないってことそうなるね。きついね。じゃあ今のまんまのほうがいいかな。うん、今のまんまのほうがそれめんどくさくないけど、12万円返していける毎月。ああ、かんねえなー。そっかー。いやーきついな。うーん。もう、びっくりね。怖いね。 ああ、借金怖いなローン怖いな恐ろしいローンの話。こういう風になってるんですよ。これがね、イギリスですっごい続発していて、ものすごい勢いで家を失ってる人が出てきてるんですね。で、家を失ってね、まあまもうどこにも住めないですから、まあ、実家に帰ったりね、友達のところに転がり込んだり、まあ、知り合いと何人かでシェアハウスで住んだり、 そういうふうにして、残、残ったお金とかを返してるんですよ。大変なことですよ。これがね、あの、一般の方ね、え、じゃあ、あの、うちローン借りてないし、うち賃貸でずっと借りてるから、関係ないんだよっていう人いるでしょ関係あるんですよ。これがまた、さらなる恐ろしい話なんですよ。なんで関係あるかっていうとね、 例えば今、アパートでも、マンションでも、借りてるとするでしょね家賃を、例えば10万円払ってるとするじゃないですか。家賃がどんどん上がっていくんですよ。金利が上がるとね。え、なんでなんで、なんで金利、だえ、だって賃貸だから関係ないんじゃないですかと。いや、そうじゃなくてね。例えばその、物件っていうのは誰かから借りてるわけですよね。で、家賃として10万円払ってるわけですよね。その借りてる人にね。 で、その借りてるのが、例えば、大屋さんだとするじゃないですか。個人の。で、そういう大屋さんが、もしね、その物件、銀行からお金を借りて、ローンで返済しながら、その物件を建てたとするでしょ、マンション。そうすると、大屋さんが、その物件を建てるために借りたお金の金利が上がるわけですよ。そうすると、その金利が上がると、ローンの返済が、さっきの話と全く同じですよね。 あの、返せなくなっちゃうんですよ。その、今までの家賃だと。だから、家賃上げるしかないんですよ。今までの利益を同じぐらい利益出すためにね。そうすると、家賃が爆上がりしていくんです。えぇ、ー、じゃあ、きついねと。え、でもちょっと待って待って。で、その大家さんが、ね。そのマンションの物件のローンがなければ、うちボロボロなんですよ、と。ね。 こんなもう築40年ぐらいでボロボロで、絶対ローンなんかないですよと。だから大丈夫と。高をくくってる方いるでしょところはね、大丈夫じゃないんですよ。なぜ大丈夫じゃないかっていうと、あの、いろいろなパターンがあってね、その物件の返済ローンはない。ね。だけどその家さん、もう一つアパートを建てたとするでしょでもう一つのアパートの方に、まあ、ローンがある。 そうするとアパートの家賃をそんなに2万も3万も一気に上げらんないですよね。1部屋5万ぐらいで貸してる部屋はね。だからアパートの家賃は、まあ、上げて5000円かなと。でもそれじゃ足りないんですよ。金利がどんどん上がっていくのでね。じゃあもう一つのローンがない方のマンションの家賃も上げるしかないなとこうなるんですよ。これは連動型の影響が出るんですね。よくあるんですよ。 え、じゃあ、それじゃなくて、あの、もう、そのマンションだけで、そのマンションしか大屋さん持ってない。そして、ローもなければ大丈夫なのかと。だけど、これにもまた問題があるんですよね。例えば、40年以上経つと、修繕しなきゃいけないですよね。で修繕積立金っていうのは、賃貸の場合、大屋さんが貯めてるんですよ。その修繕の見積もりを定期的に取るんだけど、 いやいや、これ今度修繕しようと思ってるんだけど、これは足らないな、今までの貯めといたお金じゃとなるんですよ。そうするとやっぱ上げるしかないんですよ。え、なんで修繕の工事のお金が上がっていくのかそれはインフレだから上がっていくんだけど、金利が上がるとね、その建設会社とか銀行から借り入れてるところってあるんですよ。で、その返済が上がるでしょそうすると建設会社、建築会社とか、 ま、いろんな、まあ、建築に関する会社が、仕事のね、利益出すために、仕事を受ける、その受け負いの仕事の単価を上げていくしかないんですよ。だから、当然マンションの修繕とか、屋上の修繕とかね、壁とかエレベーターの修繕とか、爆上げしてくるんですよ。金利が上がると。だからそうやって関係ないっていうことは全くないんですよ。どっかで、あの関係が、 まあ、あるっていうかね、関係が、まあ、つながってるっていうかね、まあ、そういうことでぐるぐる回っていくんですよね。そうやってね、どんどん何もかもがもっと上がっていくんですよ。だから今、まあ、食品がね、まあ、品不足だったり、いろいろで上がってるけど、今度金利が上がってきてるので、もっとさらに加速していきます。何もかも食料品も何もかもですよ。世の中の。 恐ろしいぐらい上がるんですよ、これが。イギリスはそれでね、おかしくなっちゃったんです。おかしくなってるの、本当に。みんなね、困ってるんですよ。アメリカもそうですよ。これはね、現状伝わってこないけど、本当に大変なことが起きてる。もう、明日生きていけるかどうか、本当そのレベルなんですよ。よっぽどいいね、安定したところに勤めてないと、もう危ない。うん、だから日本だとまあ、公務員のいい、 ね、あの公務員の、まあ、いい待遇のところに勤めていると、まあ安心して、ローンがない人とかね、安心は安心だよね、やあの家賃もローンもない、で、公務員で安定して、もうクビにもならない、そこは、ねあのー、廃止にならないような部署でね、そういうところで働いてればまあ安心ですよ。そうじゃない限りね、結構誰でもこれは影響をかぶるので。 とんでもないことが起きるってことですね。これ本当にね、気合い入れないとね、あの、アウトになっちゃう。もうびっくりするようなことが起きて巻き込まれてしまうということですね。まあ、これはね、大変なことがだから起きるんですよ。金利が上がってね、自分はローンもないし、借金もないから関係ないよとか言ってる人、これはね、本当にね、天使かわかってない人で、 全体の関連性とか世界の動きとかを知らない人なんですよ。恐ろしいことが起きようとしてるんです今。で、全くね、日銀とか財務省の金利のコントロールとかね、為替のコントロール、一切効かなくなってます、今。だって、為替でね、あの、介入この間したんですけど、もう10兆円ぐらいしてるんですよ。10兆円。今までの最高額です。 じゃあ、円安是正できたかっていうと、10兆円突っ込んで、どうなりましたまた157円を超えてきて、円安が進行してるんですよ。何にもなってない。影響何にもないんですよ。為替介入の。もうね、ダメなんですよ。止めらんない。絶対に。このまんま、どんどん円安、どんどん円の価値が下がり、日本の価値が下がり、金利がどんどん上がっていって、 もう地獄のような生活を迎えることになります。間違いなく。備えないといけない。用意しないといけない。準備しないといけないですよ。何をどうすればいいの何をどう、どうやってえぇ、ー、って。ビビってる場合じゃないですよ。本当に。冷静になってできることから始めるんですよ。一体うちはどうしていけばいいのか。今もしね、あの、住宅ローンを抱えていて、または家賃が高くて、ギリギリの状態で回ってるとするでしょ あの、収入がね、入ってきて、お金、毎月ね、まあ、あの、会社員、または何かで働いていて、毎月お給料制だとするじゃないですか。で、もう1万円も残らないほどのギリギリの形で回ってるとしたら、まあ、ほぼ、ほぼ、あの99、99%アウトになりますよ。数ヶ月後に。本当すでに。冗談でも何でもなくて。だから、今、調整して、切れるところは切る。 で、何を今本当にすべきか考えないといけない。これ家庭によって違うんですよ。個人個人によって全く状況立場違うので、もうこれね、自分で考えるしかないですね。どこを切るどこを節約するで、収入は増やせるのか増やせるんだったらもう頑張って根性を出して増やす。仕事を増やしてね。もうそれしかないですね。まあ、これね、早急に手を打たないと、絶対 絶対になるんですよ。近未来。だからこれは、あのー、びっくりするようなことになるので、全員ね、備えないといけないですね。気持ちを込めて、気合を入れて備えていくしかないと思います。頑張りましょう。応援してますんでね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。